tired. I woke at an unusual time for me, which would be 9:04. Because I sleep in a lot. I do. I really do. I'm shivering because my body, when I wake up at a weird time, I start to shiver, and then I start to feel strange. My body tries to get used to waking up at the time, so I'm kind of fucked. But we're gonna peep at this new fighter though. So last time I tried to do this, my audio cut out completely. I forgot to check my recording, my stream before, you know. And it was Min-Min, and I was really excited. So, unfortunately, you guys missed that. But hopefully you guys won't miss this, because it's starting in literally a minute. So, we're going to have a nice little day. Ignore that download. I don't know if that is a picture. Excuse me. Sorry. But, yeah, we're gonna peep this real quick. So, we're going in full screen, and we're just going to freak out. Hopefully freak out. I got my water. I'm probably going back to bed. Or we're going to play League because I'm a loser. So. Either or. I'm fucking clamoring. Mario. I'm fucking clamoring, Chris. Oh. What the hell? Oh, it's my cat. Thank you.
いかがだったでしょうか、我々が今見たものは一体何だったんでしょうね。というわけで、世界で最も売れたゲーム、マインクラフト、スマブラに参戦です。私としてもこんな日が来るとは思いませんでした。スマブラの新ファイターは、私が好みやくじ引きで決めてるわけではありません。任天堂から最初に相談を受けて、持ちかけられることが多いのですよね。もちろん実現が難しければ断ることもできるわけですけれども、任天堂の担当者が来て言うわけですよ。桜井さん、マインクラフトってスマブラに入れられないですかねって、メガネをクイックイってあげながら簡単に言ってくれますよね。まあ魔法的な何かと勘違いしてるんじゃないですかね。マインクラフトってどういうゲームだか知ってます？もう駆け引きとかを成立させながらあのゲームをスマブラに落とし込む、そりゃ無理でしょう。だからはっきりビシッと言ってやりましたよ。 I ain't even mad bro 普通だけならパパッと考えられます。グラフィックは簡単に済むでしょう。モーションもまあ簡単な部類だと思います。サウンドは他のファイター並みかなと、要素は多いけれども声がないですからね。だけれどもとにかくプログラマーが大変です。死にます。そして、ステージ全部のステージに対して、ブロックを置くという要素を入れるんだったら手を加えなければいけないとか、バイオームはどうするんだとか、そういうような要素もあります。あと何といっても企画なり、ゲームバランスの調整なりについてはもうすでに未知の領域と言ってもいいぐらいですね。その、体重とかリーチの短さみたいなものも含めてうまくまとめるのはとっても難しいです。戦法もすごく変わったものになるでしょうね。だけれどもなんとか発売にこぎつけられそうになってきたので、今日お知らせと、参戦ムービーの、ご報告をした次第です。参戦ムービーである程度分かったこともあるとは思うんですけれども、それ以上のいろいろなプレゼンというのはやっぱりこの後行いたいと思っています。今までのファイターとは全く異なる要素が多数あると思いますので、よく見て、使い方を知っていただければ幸いです。その放送はこちらです。マインクラフトライブの直前に機会を持ち改めて説明することが決まりました。私ももちろんマインクラフトはプレイしてますよ。クラフトモードで、ビレー建築などはしないですけれども、サバイバルモードで生き残りや街の繁栄などを楽しんでいたりします。とりあえず今日はここまで。後日放送のスティーブ・アレックスの使い方放送をお楽しみにしてください。それでは。My disappointment. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Ow!